そうですね、23の方でたくさん試合に出て、自分に足りないところやったり、ここは通じるところもたくさん、ありました。そこで、通じなかったところもたくさんありましたし、まあそこは本当に練習から、意識してできるように、やっていますけど、まだまだできないところもあるので、そこは自分に厳しくやっていけたらなと思いますね。はい。朝からランニングして練習したり、まあ、本当に高校時代を思い出すかのように、また一からという気持ちでできてましたし、まあ、非常にいいトレーニングをできたと思いますね。はい。内容的にも全然悪くないと思いますし、まあ、最後の一つの、プレーの質で、得点もたくさん入る場面もありましたし、まあ、最後の、まあ、質をもっとこだわってやったらもっといい順位にもいけると思いますね。セレッソは本当、攻撃的なチームなので、まあ、自分にとってすごくやりやすいですし、自分の特徴も最大限に出せるので、すごくやりやすいですね。まあ、セレッソのエンブレム着てるますし、まあ、そこは、毎試合負けてもならない試合ですし、絶対に勝つという気持ちでやってます。5、6年いますけど、全然関西弁にもならないですね。標準語でいつも、はい、喋ってます。最初は違和感ありましたけど、まあ、ノリツッコミあって、すごく笑わせてもらってます。 そうですね、まあ、一人一人癖のある人がたくさんいるんで、まあ、そこは人それぞれ性格も全然違うと思うんで、はい、全然いいと思いますね。自分は、攻撃が特徴なので、まあ、スピードやったり、まあ、1対1の、ドリブルでは絶対に負けないっていう気持ちでやってます。それは、常に、持ってますし、まあ、自分は、力がないからトップチームに上がれないっていうのは分かってるので、まあ、ここで23の方で、結果を残して、そしたら、まあ、自然と、まあ、トップチームにも上がれると思うんで、まあ、まずは23の方で、結果を残していきたいと思いますね。そうですね、まあ、大地と一緒に、トップチームで試合に出れるように、頑張っていきたいと思いますね。自分の性格ですか？なんて言ったらいいんですかね。まあ、せっかちな部分があるんで、自分的に。だから、まあ、時間に遅れたりしたらちょっとイライラする性格ですかね。前節、負けてるので、今週はホームでできるっていうことで、絶対に負けてはならないですし、まあ、サポーターというチーム一丸となって、全力で戦って、勝利したいと思いますね。高校時代から、頑張ってやった時は特別な、気持ちでやってますので、そこは絶対に負けても引き分けも絶対勝利で、絶対、勝つという気持ちでやってます。本当にサポーターの声援で僕たちも、モチベーションも上がりますし、力も湧いてきますので、サポーターの力っていうのは絶対に必要だと思いますね。今の目標はトップチームで、試合に出ることを目標にやってますけど、まあ、今はアンダー23という形で、試合に出て、まだ結果やったり、まあ、全然残せてないので、まあ、そこは、
後半戦絶対に結果残せるように精一杯頑張りますので、応援の方よろしくお願いします。